よかった、さっき直送くらった。あ？ちょっと。うわ、すげえ。消そっかい？なんだこれ。は？は？ちょっと貸して。草むらがおかしいって言ってたよ俺ずっと横の。ああそう、なんか急に振り向いたりしましたね。これか、いいもの取れたじゃん。あんた、それ息じゃねえでな、俺らの。いや、100歩譲って息だとしても、この向こう側にあるオレンジが何ってなるんですよね。うん？あ、撤退する？撤退って言い方もあるだな。あれ？入んのかい？おう、ピントがずれる。よしよし、ここから足踏み入れるね、アミさん。一人で即撤退かましよったと。はぁ、まあ、行けるとこ。ポルターガイスト来たで。え？どうしたの？あなたがさ、あの、もうなんていうの、行くのやめたって、行かのやめたっつってさ、うん、あれ、あの、もうさっさと帰りよったからさ、うん、あ、一人で帰りよったでみたいなことを言ってさ、うん、進もうとした一歩、なんていうの、足進もうとしたらさ、うん、なんか石と石が擦れるようなゴリゴリゴリって音がさ、やっぱし。いや、これ以上足踏めれんと思ったの。あれ？うん？これ何？虫ではない？これ。うん。この花火でパーなってるようなさ。上から火が落ちてきたような感じですね。前で俺、前でこうやって見たんや。虫こんな風にならないやろ。でかいよね、だってそのサイズだってことは。相当。相当でかいぞ、これ。ほら。ほんで、すぐに移したいんて。あ、まただ。ごめん。ほら。ないやろ？ほら。ないな。ほら、さっきすぐに移した。なんで違う雰囲気を今すごいもらったんだけどさ。移すなって。移すなって言ってんだよ。あれ？俺が一番先に呪われるパターンじゃね、それ。ちょっとこれ。どうやろ。持ってきましょうか。はい、いいよ。映すなっていう声が聞こえてるので、
今俺カメラへっこめたぞビビっとるやないか、起きるの時点で違う違う、スマホが壊れるの嫌だなと思っただけ。ああ、じゃあデジカメいいのかってやつやけどさ通らないっすよ後ろに撮っとるやつバリバリおるけど撮らないですよっつって、撮りたいのが俺の趣味なんやっけ。だ今こっちにおるんやって、ここに撮れんな昼間でもこれなんだな。殺されたその要はなんていうの、死体山積みになってるのは普通に山積みってほどで山積みじゃなく、ポンポンって感じ。うん、それは1、2、3、方位っていう。いや、男も女も子供もいたりするんですね。子供はいない、さすがに。子供はいないな。あ、かといって年寄りもいない。痛い、足痛い、痛い。あ、でも本当になんか本当に悪いことした人とかそういうあれか。なんだ、なんか入ってきた。いや、なんだ、カメラを止めるっていうか向き変えるけど、どうしたの。天罰大丈夫ですの。カメラを止めろいいよ、最悪画像かなんかでごまかすから、ここ映さないから。え、音声だけにするから。いて、今ね、バレ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 って、何やったやろ。虫が入ってきたような、そんな感じ。今ね、なんかが登ってきたような感じ何やったやん。やっぱし早く帰るから早く帰るじゃない。いて、お昼とはいえ、ずっと来すぎたんじゃない。なんか、触るとクチュクチュクチュって、なんか虫かなと思ったけど、虫じゃねえもん。ズボンの中見ても虫いねえもん。いて撤退じゃ、撤退じゃ、撤退じゃ、たたりが起きたやん。痛い行くべきなのかな。だから言ったじゃない、ワンチャンモヤが取れるって。俺あの市街の森よりワンチャンやべえんじゃねえかって思ったもん、最初見た時ここ。何の不安を感じてます今あなた。だから言ってんじゃん、ろくでもねえ場所だって。俺不安、さっきから言ってんじゃん、俺不安つらつらと。くそ、あーもううぜえ。すごいな、眩しい。はい、もうお祓いが効かねえ。うわあ、除霊ができない。お前行って、くそムカつく。そういう意味ありきなリアクションを取ったときはさ、何かしらのコメントが欲しいのですが、はい。まぶしいな、ほんとお前。はい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 。何でしょう。逃げ、絶対。は？お前ほんとライト眩しいな、これか。顔が映ってる。あらまあ。これ
逃げるか。帰りましょう、帰りましょう。なんか写真と違うなと思ったらこっちだったか本体。ああすごい、ここすごいわ。やばいやばい、くそやばいとこなのか。悲しみと悲しみがすごい。悲しみと怒り、絶望感っていうか。ああすごい、もうほぼほぼ悲しみと絶望っていう、今までのお墓の中ではすごい。うわすげえ、鳥肌すげえ、久々に俺立ったよかったです。うん、見てブルブルブルって立ってくの、あら久々やん俺こんなの。こんなにすごい絶望っていう気持ちのお墓って俺初めて来た。処刑場クラス、それほどでもない。処刑場、そういうものじゃない。うん。あ、お墓としてものが異様だと。うん。こっちは夜来たらなんかやばい感じ？うん。儲けがありそうな感じ。儲け言うな。すげえなここ。あの真ん中のあの悲しみとか感じるっていうのが。こっちはもっとひどい絶望っていうやつだなこれ。何この、この木とかも全部すごい。くそ入る BGM が喉か。ちなみに上に登らないのはもう限界とか感じてるから。うん。いやチューゴルもなんか俺が、あ怪我、なんか俺がさ、うん、絶望と、あ、車だ、行こう。オーブが集まってきてるな。おっと、いるはいるんだ。いるな。こんなすごい場所に。いや、違う。ん？本当にこう、もう本当に数少ない。ああ、今までの集まってきたバラバラ感とは違う。違う、ここにおるやつだな。だからこれは平来な。すごいな。1200年頃のエピソードだから、およそ800年近い前のはずなんだが。そうだね。ここに一帯に、うん、家臣なの、家臣なのか部下なのか、うん、なんちゅうの、この墓を守ってる人たちがいる。おお、うん、今日はね、女子を2人連れてなんか肝試しに行きたいということで、まあ2人連れてきました。絶対に来る場所間違えてんだよな。そう、まあ、暇っての普通だったらね、イルカ池とか初心者系で行くんだけど、今日はもう本当に、うん、もう滋賀でもトップクラスの、はい、処刑場にやってまいりました。ガチの方だ、ガチ、もう素人でもオーブが映っとるっていう極み。はい、まあ今ここにね、なんちゅうのかな、人がいます。人がいます。はい、今俺たちは通り抜けます。え、なんでそこにオーブを、わかんない、なんでわかんない、で、違うの、君たちこんな一番怖いところに来れるね。いや、私ここに来る予定ではなかった。でも一番最初に来たいところ。かっちゃん、やい、デジカメ貸してあげなさい。どうした？デジカメだったらバンバン撮れるんだから。撮らしたるわ、ほれ、喜んで撮れ。そんな撮りたいの？こうな…めっちゃ綺麗やん。でも、デジカメ欲しいね。これが女子、目覚めちゃう。目覚めちゃう。首から下げとるだけで一人多分なんかおしゃれみたいな。これもどうですか、アンドロイド使っとるじゃないですか。これどうするの、パパあげる、こっちどうして、取れた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 、めっちゃ取れた、めっちゃ取れた、よかったね、めっちゃ綺麗、楽しそう、綺麗やった。でもなんか雪とかに、自分なのか、
た方がいいよ、舐めてかかると。シャッターが綺麗。その初めて来た時はあれ、ここより前に行かんかと思うの。行くの？行って大丈夫？さあ分かるのは、かっちゃんがやられたら俺らも全員漏れなくパーティー全滅よ。やばいやばいこっち今このライト当ててるあたり、この辺これな、このカメラでな、顔が映ればいいんだけどな。女子 B、ちょっと来い。ちっちゃい方や。ちっちゃい方だった。こっちかよ。立ってってこと。女子 B、いや違う。取って、取って。怖いな。女子 B、取って。女子 A やっぱやし。顔が映らんな。もうちょっとシャッターチャンスだな。ワンちゃんでも顔が映る範囲のやつがいるって相当やばいんだけどな。そう今すげえ。パパ撮ったろか。電気つけんな。足場危ないでしょ。どんなポーズしてるか逆に気になる。何？サイコパスや。私今度おかしいな。え、うちが行くの？うん、別に怖くねえじゃん。めちゃめちゃ怖いわ。暗くてわかんない。電車の方がいいのかな。あれこれ帰り事故るとか大丈夫？ちょっと見えたって。事故ったら特に3年以内に事故ってると思うから大丈夫。あ、3年そんな来てます。ここはそんな来てないけど1年ぐらい前。ええ、はい、立って。あ、ちょっとライト、ライト、はい。眩しいし、レーザーが見せてる。近づいてきてる。え、ちょっとやめてよ。え、ちょっと動くなって。何お前近づいてきて。お前が一番いいな。え、ちょっともう一回。近づいてきてるって言ったよ。一緒に立とう。一緒に立って。お姉ちゃん、お姉ちゃん、一緒に立とう。いて、やべえ、俺まで気がする。呪われてる。一緒に立とう。もうちょっと離れて。すげえな、こんななんかほんわかしたコンテンツじゃねえんだけど。眩しい。あれ、離れたな。内側ってダメなんかな。うん、B 離れてみて。なんで私眩しい。ほら動くな。なんでお姉ちゃん来るの。だって近いってビビらすもん。ね、もうちょっと待ってよ。なんで私なんて楽しみに映った。は、いや、多分あれだろう、俺に近いでやろう。いやいやね、うん、お姉ちゃんだけパパかっこいい。いや、怖いよ。で、今回のテーマとしては、その私は平家の三代目のものですっていうね、わざわざ不幸自慢しに来た子がここにいるかどうかが第一の関門でして、今ね、こうやって今いろいろちょっとコンタクト取ってんですけど、はい、確かに目には映ったような気がするんだけど、ね、それは兵器関係者？そうだね。いよいよ現れ始めてきたな。帰る。頼むから帰る、静かにしてくれ。俺も来たな。これは違うな。これじゃねえな。こいつじゃない。違う。多分この人だ。現れとる。いるはいる、うん、このちょうど真ん中に、ちょうどあの上の向こう側、はい、おう、ちょうどその石の向こう側に立ってらっしゃる、うん、あー寒い、うわー寒い。向こうから反応したってことは向こうにいるのか。じゃあ6台今ドンって言ったね。6台って言った時にドンって言っとるで、こっち入っとると思う。これただ存在を理解してほしかったらしいみたい。存在を理解してほしい、うん、先代と、うん、おじいちゃん、おじいちゃんって清盛か、
はい、おじいちゃんたちよりもおじいちゃんたちよりかは私たちはそれ以上に努力も苦労もしたけど、うんうんうん、うん、なんともならんかったと。そう、これを分かってほしいっていう感じで今。ああ、なるほど、うん、それぐらいかな。コンタクト取れる反応しないのは静かにして、静かにしといてほしい。これ以上の詮索はやめろと。詮索もだし、村、ここの村、はい、の人たちがとてもいい人たちで、おお、うん、俺らみたいな人はダメみたいだ。こういう外部の 人、うん、人たちはただこうやって来るのはちらほらあるらしいんだって今だに。まあまあまあ、大変申し訳ないけど心霊スポットになってるってお伝えしたら今この心霊スポットとしてなってるのを私たちは一度も出たことがないって。おっと、あ、まあ確かにそのまあ平家っていう名前があるからもうそれでっていう思い込みパターンのあれではあるけど、だって新しい霊魂は結構あるのでさあらら、もやか顔だな、完全に中におるな。あ、この人か、多分。じゃあここにほら、ここにほら、これこれ見づらいので後でチェックしましょう。私はあの撤退ですか。あー、ふらふらする。あー、だ、だ、あー、やべ、あー、くそ、ふらっとするあー、ふらっとした、あー、怖っ。ちょっと待って、ちょっと待って、広い足場に戻り、行きなさい。はい、手すり掴んで一回もう帰りましょう。うわあ、フラッと来る。ああ、なんだろうこれ、なんだ、なん、変なめまいがしてきた今。なんだこれ、ちょっと待て、タンマ、タンマだ、ちょっと抜けそう。カッちゃんダウン。ああ、くそ。話聞ける状態？うん、いや、大丈夫、大丈夫。あそこ赤い。憑依しようとしやがって、クソ。このあなたに？俺の体に入ろうとしやがって、クソ。大丈夫今。畜生。ああ、クソ。体に入ろうとしやがっている。ちょっと待ってな。ああ、それは撤退でも何でもな、あの撤退できねえ。おっと、うーん、走る勇気がない。階段出すな、息苦しい。くっそ、除霊ができない。まただ除霊ができない。マジか、そんなイレギュラーが。ああ、畜生、どこにいるの、これが。今撮った1枚がこんなの映りましたけど、大丈夫か。白いもやだね。撤退です。完全俺囲まれてる。ここに、あ、
勝利さん出た、あよかった、俺分かった、はい、なんでフラフラしながら横に池に俺引き込まれそうな気分やったんだ。ああ、なるほど。だから俺どこっちにこっちに来るんだ、どうしてもこういうふうに。なるほど、俺が備えとけばいいねんな